やあ、サテライトファブリケーションチャンネルのおきゅうとちゃんです。前回の動画から2週間ほど経ちましたが、仕事の方がなかなか大変なのと、予算的なことでいろいろ間が空いてしまいました。配信とか X を見ていただいている方は知ってるとは思うんですが、私は普段常時夜勤の仕事で、月に3回ほど休日出勤もある地獄のような状態でありまして、なかなか休みを1日フルに使って作業をするみたいなことができないのと、かつてお店を経営していたんですが、詳細がなくて借金を残して廃業したんですけど、その借金の返済が毎月結構あって、それを払った残りでこのキャンピングカー制作に予算を当ててるので、なかなか一気に作れないっていう事情があります。そんなこんなで前回防水シートを貼り終わりましたので、今回は外壁を作っていこうと思います。その前にドア枠と窓枠を先に作っておきます。枠は 1×3 材をカットして作りますが、丸ノコがあれば45度カットして綺麗に枠を作れるんですけど、そんなものここにはありませんので、普通に作っていきます。作り終わった後で思ったんですが、ドア枠は上下を先に貼ってからサイドを貼ればよかったなって思いました。窓はそうしたんですが、ドアは明確にやらかしたなって作った後に思っちゃいました。外壁を貼っていきます。総重量 350kg 以下にしなければならない軽トラキャンピングカーにとって、外壁は最も重量のかかる部分なんですが、ガルバリウム鋼板のサイディングなんかを使えば塗装しなくても耐水性耐腐食性が高くて、軽量で、むちゃくちゃいいんですが、ホームセンターで購入できないのと、DIY 素人の私には加工技術がないので、今回は見送りました。そこで今回外壁材にするのが杉ののじ板です。バンク下と前面は、キャビンで隠れる部分なので 5.5 ミリの鋼板を使いました。のじ板は幅105ミリ、厚さ12ミリ、長さ2メートルで、17枚1組で2480円、それを3セットで計51枚購入しました。バンクの先端は本当は横向きに板を張りたかったのですが、追加で板を買いたくなかったのと、もろもろの事情で短くなった板を使って縦に張っていきます。柱の位置と材の位置が合わないので、柱を追加したりして、なるべく無駄がないように壁を張っていきます。途中どうしたもんだという感じの隙間ができてしまいましたが、ちょっとしたひらめきで解決策が思い浮かんだので、最後の仕上げで、なんとかごまかそうと思います。次は板の隙間から雨が入ってくるのを防ぐためにシリコンコーキングで埋めていきます。ここで大失敗です。マスキングの幅はもっとキチキチに狭くしなければいけないのに、結構間を空けてしまったのと、塗装する際に塗料が上から塗れる変性シリコンコーキングを使っているんですが、言うて目立つと嫌だなって思って、塗料の色に近い茶色系のコーキングを選んだんですが、思いのほかコーキング作業自体をちょっと失敗しちゃってるんですよね。塗装するしいいかなって思ったんですが、塗装も今回
水性油性があって、水性塗料は、塗膜で木材を保護するのに対して油性は木材に浸透して保護するんですけど、ウッドデッキやログハウスなんかの外壁塗料は油性を使ってることが多いらしいので、今回油性を選んだんですが、コーキング剤の上に確かに塗料として色は乗ってるんですけど、隠蔽できるほどでもないし、塗り上がりが半透明かっこ木目を生かすって書いてるのをものの見事に見逃したのがちょっと原因ですね。ちなみに今回使ったのはアサヒペンの油性強着色ウッドステインです。1回塗りで仕上がるっていうのに惹かれて購入しました。コーキングは最悪剥がせるので、いつかやり直そうと思います。多少の失敗は気にしません。まずは完成させることが重要です。前回の作業の日から7連勤、1日休みで5連勤みたいな勤務状況で、休みも朝仕事終わって次の日の夕方からまた仕事っていう感じなので、帰って寝て起きたら、下手したら夕方でもう作業できないし、翌日も夕方から仕事なんで、うまくやってもお昼過ぎくらいまでしか作業できないんで、ここしばらく朝5時に仕事が終わって会社の休憩室で9時くらいまで仮眠、そのまま開拓地で数時間作業、一旦帰宅して、ちょこっと仮眠、そして出勤みたいな日を繰り返していました。これがむちゃくちゃきつくて、ただでさえ夜勤なのに仕事中もなんかぼんやりしているのであんまりしたくはないのですが、あまりにも作業時間が捻出できなさすぎて最終手段に打って出てしまいました。ちなみにこの段階までで作業は延べ9日間、実質作業時間は1日平均で3から4時間くらいでしょうか。意外とかかってるなって印象はあります。これが自宅の駐車場で電動工具が自由に使える環境なら一気に作業を進められるんでしょうが、私の場合はそうもいきません。ちなみにあえて作業を区切っています。先ほど言った通り、毎月借金の返済がありまして、だいたい月に7万円くらいの返済額で、あと3年くらいは続きます。個人的には金利が増えてでも1回の支払いを薄く長くできれば、だいぶ楽になるんですけど、こういうタイプの融資を受けていたんで、どうしようもないですよね。いわゆるおまとめローン的なやつは使い方自由って言ってるのに、ビジネス系の融資の返済には使えないという、なんとも釈然としないんですよね。使用用途を言わなきゃ借りれるかもしれないけど、そういう嘘はつきたくないですし、ただ最近ふと気づいたんですが、返済は普通に給与からして、その返済でなくなった生活費を補填するという理由で借りたら、実質返済をまとめたことになるんじゃないかなって思ってます。しかし借金するってなかなか勇気いりますよね。私も借金まみれではありますが、ギャンブルとか酒とか、クズっぽい理由の借金じゃないので、笑って話してますが、しなくていいならしない方がいいです。ただ、お金がないなりに激安クソボロだけど、車買ったり、こうやってキャンピングカー作ってみたりとかはやってるんで、そこそこ給料出てるんちゃうのみたいな、
思われている方もいるかもしれませんが、夜勤&休日出勤しても、手取りでだいたい25億くらいですね。そこから返済で7万円くらい払ってるんで、だいぶやばいのはちょっと察してほしいところです。しかし、結構しんどいのはしんどいので、YouTube が収益化とかできたらいいなってずっと思ってますが、そう簡単なものではないですよね。この動画をね見てくださってる皆様のおかげでこうやって動画を上げ続けられております。いつもありがとうございます。今回で一気に重量が増えましたね。バンク下の合板が 8.7kg、 のじ板が50枚で 50kg、 枠に使った 1x3 材が 2m×4 本で 2.4kg、 コーススレッドが 0.5kg、コーキングが1本 400g で4本使用で 1.6kg、 塗装は約2リットル使用だけど、水分が飛んじゃえば実質重量がちょっと測れないので、他の重量も多めに取ってるということで今回はカウントしません。合計 63.2kg、 前回までで 111.5kg なので、今回で合計 174.7kg と。あとは屋根、ドア、窓、内壁、作り付けの棚類なので、なんとか200から 220kg ぐらいまでで収まりそうな感じになってきました。それでは次回、屋根とドアと私、お楽しみに。高評価、チャンネル登録、X のフォローよろしくお願いします。